はい、では準備できたのでいきます。うん、じゃあ行こう。暗闇の丘、はい、ゴース。倉庫があったんで持ち物は整理できましたね。お、壁の中からこんにちは。いけいけ。瓦割りと電光石火役に立つかな。今なんかいたような気がするけど。てかグミは、グミ、戻ったらエネコに空間把握を覚えさせられるぐらい大量にグミ取りしたいんだけど、しょうがないな。うわー、あれ？あ、そっか。そっか、攻撃してくれない場合からか。あ、1抑えられないか。いやー、ひでえな。90ぐらいあっても1で抑えらんないよね。放電使えなかった、ちょっと。PP マックスは割と持ってきてはいるけど、どうもね、使うのは躊躇したい。もったいない精神がね。瓦割りここじゃ役に立たなそうだな。なんだ。あそこあるかな。ないや。急変は倒せないね。的にそこを見ても良さそうですけど、やっぱ探索したいんだよな。グミないのかね。うわ、部屋数が全然ない。まあ狭い分はありがたいっちゃありがたいけど。外した、痛い。まあでも爆発よりはまだマシ。ステルスロックはいらないね。電撃矢を節約したい。部屋ある？ない。あー、でかい部屋だな。これないんだよな、うちで。真ん中でかい、左右に3部屋。アイテムがないよ。アイテムが全然ないよ。ひでえな。さすが未来世界。
面倒でどこするの。通常攻撃でもよかったな。あー、ない。ああ、そっか。カウンター解けるまで恋しようしないかな。行ってくるの。ああ、これ、それ痛い。瓦割り効果、等倍以上的にいない？プレッシャーっていうね。無効化できてよかったとか。うん、こっちか。バックエースの種。倒せないよね。おっと、自爆スイッチがあった。もしかして瓦割りより通常攻撃の方が強いかな。ゴロの石。未来世界って抜け人いたっけ。抜け人までいたら真面目に強いになるか。あ、そっか、取れないか。ざまあ。転びスイッチか。まあ、支援とは違って、壺は存在しないんで、食料の、まあ、腐るの、防ぐ手段が本当罠踏まないようにするぐらいしかないですけどね。まあポケダの転びスイッチの効果は装備してるものを落とすぐらいで、そんなひどい効果はないんですけどね。まあ時にはまあ惨事をひねることも、惨事を招くこともなくはない。使ってくれたな。一発当てる前にしっぺ返されると厄介ですね。PP マックス使わずいけるかな。15回あったらよく思って。あ、ミスった。あ、どうした。ナイスヒルミ。まあ仮眠状態の敵でも起こしちゃうっていうのはこのポケダンの特徴かな。
試練だと仲間寝てる、最初から寝てる敵は起こさないけど、右下あったかもしれないけど、いや、よくわかんねえ。なんか行き止まりっぽいね、これ。喧嘩は、お、わらわきの出番。あ、これもやっぱタイプの影響を受けるんだ。とりあえず PP マックスを飲みます、おとなしく。すいませんでした。あ、そっか。ありがとうございます。もう一旦早く使ってほしかった。まあ、裏切らない持ってるんで。で、猫に当たってもダメじゃないんですけど、せっかいか。混乱している時の正解は放電をやることでした。あ、もうね、いやー、ほんとグミないね、全然ないね。まあドリンクスタンド使えないからとかあるのかもしれないですけど、ああ、邪魔。邪魔っていうかこっちやね。ああ。電撃やるのが正解だったな。ああ。じゃあ食べるよ。生ミスだ。うん、やっぱちょっと長いね。まあでもこの程度で長いって言ってちゃうなって感じですけどね。こう、破壊光線、うん、あっちか。うおー、よかった、先生くらなかった。あ、そっか、今一つなんだった。そっか、忘れてた。残り PP1 の時にプレッシャー持ちに当てても使えるんで。あとはこれで乗り切れるかな。あっと。時間もちょっとあるかな。この時点でお分かりかと思いますけど、行くぞ。だね。まあこんな感じで稼げるってことです。はあはあ。だいぶ登ってきたよね。うわ、見てよスター。やっぱり未来は真っ暗な世界なんだね。真ん中あたりに明かりが詰まっていてとても綺麗なんだけど、
でもあの明かり、あの明かりは、もしかしたらそこが処刑場だったりするのかな。ねえ、スター。世の悪さは今まで私たちを助けてくれたし、いろいろなことを教えてくれた。だから私も世の悪さのことはすごく尊敬したんだけど、でも世の悪さは、やっぱり私たちのことを騙したのかな。こんなって今も。まだ信じないなよ。私も何を信じていいのか、頭の中がぐちゃぐちゃだよ。エコ。私たち、これからどうすればいいんだろうね。どこまで逃げ続ければいいんだろう。元の世界に帰るのかな。時間的にすいません。途中ですけど、この辺で一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。